どうもこんにちは、六代のです。今回はですね、1バッグなんと25円の、こちら、生物図鑑という、ね、生物図鑑グミっていうのが出てました。で、深海生物編ということでね、で今回は4パック買ったんだけど、まあ、1パック1回開けてみたら、で、よくそこにして。まあ、これはグミとカードが入ってます。だから、25円ってことは、4個で100円ってことですね。裏はこんな感じです。リアルな深海生物グミ入り。多分これはコーラとソーダと、なんだろう、パイナップルかなんかな。あ、みかんの、なんとか、みかん果汁って書いてある。これみかんだね。うん。結構グミ入ってるんですね。開けたけど。で、この中にはカードが一つ入ってます。コレクションカード。それじゃあ、一パック開けてみたいと思います。まあ、一パックずつ、なんか、パッケージが違うんだよ。ダイオウイカ、ドーン、オニアンコとか。で、開けまーす。トゥルーン。夢ナマコ。なんか微生物みたい。ミジンコの仲間だよ。違いますけどね。うん、仲間じゃないけど。うん、後ろはそんな感じで、大きさとかも書いてあり、しかも自分の大体のね、お子様の手で比較しています。だから僕のこんぐらいのこんぐらいかな。うん。で、この二次元バーコードっていうバーコードで、スマホとかで読み取ると、この、生物図鑑グミの詳しい情報が見られます。細かいことが書いてある。すごくこれは勉強になっちゃっていいんじゃないか。なっちゃってんじゃないか。で、いる深さとかも書いてあります。写真。ナンバー6。グミはこんな感じです。後で見ていきましょう。次にカードを出す。僕はメンダコが欲しい。あ、ダイオウイカだ。僕は一番メンダコが欲しかったんだけど、ダイオウイカありました。まあ、俺、僕ね、スプラトゥーンを今やってるんだから、ね、やってるんだけど、まあ、ちょっとまだランクが16で腕前 6C っていう、ちょっと初心者なんだけど、ダイオウイカ。イカだね。手じゃなくてもう人になってる。約5メートルで、すごくない？こんな感じ。深さね。じゃあ早くもう残り1パックになりましたが、開けます。メンダコ来い。銀座メ。おお、なんかかっこよくない？なんか好きだわ。約1メートルって、これは大人かな。うん、ちょっとまずは出たカードを見ていきましょうかね。ちゃんとカードもね、はい、袋に入ってていいんじゃない？はい、今回出たカードはこんな感じになってます。ナンバー1、2、3が揃えました。で、4、5を抜かして6の夢なめこが出ました。ナマコか。何の子じゃねえ。なになっちゃう。じゃあ、ちょっと開けていきましょう。ダイオウイカから。開けづらいの。あ、開いた。真ん中から。で、開けます。あ、なんか、なんていうの？この質感。ツルツルしてる感じじゃなくて、ザラザラ。なんていうの？なんて言えばいいのかな？なんか、ネクサスの裏側みたいな。なんか、材質がいいね。かっこいい。次、2番のダイオウイカ。今回は出てないけど、まだ開けてなかったんで。開けまーす。ドーンと、ドーンと、ドーン。ちょっと深海生物、こういうの嫌いな人は、控えめにした方がいいかな。で、銀ザメ。ナンバー3なんだね。
こう来たらもっと有名なやつ来るかなって思ったら銀ザメ。最後は夢ナマコ。夢があるね。ないけど。はい、こんな感じ。ちょっと弾き飛ばしちゃったけど、まあこんな感じですね。まあ材質は紙だと思いますが、うん、いいね。で、これらは、写真だと思われるんですよね。ここの写真の多分、提供会社っていうか、撮った写真のところが書いてあって、まあ、このダイオウグソクムシや、この新江ノ島かなの水族館で撮られましたね。撮影協力って書いてあります。あとは、これは絵なんで、多分絵ですよね。うん。え、なんで書いてありませんね。まあ、こんな感じですね。これは最後にグミ食べていきたいと思います。まあ、全部グミは同じだね。うん。グミは同じでした。うん。あ、だけど、ちょっと、同じじゃないっぽいんだけど、ダイオウイカはいるんだけど、メンダコとオニヤンコがまだ出てないね。僕、メンダコ好きなんで。じゃあ、おーと。食べましょう。こっちかな。角から。結構いっぱい入ってるよね。25円の割には。よいしょ。こんな感じ。これは何かわからない。コーラグミと、オレンジグミと、ソーダグミ。これなんだろう。何か、わからない。こっちは、今回出た、この、ダイオウグソクムシですね。これの横バージョンが、みかん味になってます。あ、倒れちゃった。これは、なんだろう。これはね、なんだろうね。なんか、壊れきそうだよ、ね。こう。普通のグミじゃなくて、深海生物のグミってところがまたいいよね。これは、カニかな？うん。カニかな、カニ。で、最後に、おっきい、ソーダ味ですね。ソーダ味おっきいの。これは銀ザメ？今回出た銀ザメだと思われます。もし違ったらごめんなさい。多分銀ザメだよね。うん、顔も似てる。ほら、わかるかな？白いところにあればわかるんじゃない？似てまーす。で、最後に今回出ました。ダイオウイカナンバーワン。すごいよね、ダイオウイカ。大王だぜ。お、もう大の王のイカですよ。発見されたものも最近だしね。はい、こんな感じで大王イカ出ました。こんな感じです。もっといろいろ集めたくなりますね。全部で、ナンバー12まであります。あ、18まで、あ、19まであった。そんなあるんだ。へぇ。やばい。かっこいい。じゃあ、コーラ味食べていきましょう。あまり知らないやつ。うん。歯ごたえがあってね、すごくコーラの風味が出てて美味しいね。次、カニさん、ソーダ味。お、なんか、ソーダ
おかしいのをソーダの味じゃなくて、ちゃんとソーダのジュースの味がしますね。最後、みかんの、この、代用、そこみち、いただきまーす。うん。うん。これもね、ソーダと同じで、なんか、なんていうの、まあ、ソーダと同じっていうかわかんないけど、オレンジジュースと、は違ってね、みかんの味がします。まあ、オレンジジュースもみかんの味がするんだけど、まあ、あの濃い感じじゃなくて、ちゃんとしたみかんの味がします。うん。大きいやつとかもね、すごく弾力があって美味しかったです。はい。それでは皆さんもぜひこちらね、深海生物図鑑を1個25円。すっごく安いので買ってみてください。それでは、次回も見てね。バイバーイ。それではちょっと時間が長くなっちゃってごめんなさい。それではバイバーイ。じゃんけんぽい。チョキでした。また見てねー。